白駅は、鳥取県東白郡湯梨浜町小字園小字島、干場にある、西日本旅客鉄道山陰本線の駅である。快速、鳥取、ライナーについては、上りは半数程度停車するが、下りは通過する便の方が多い。単式、島式2面3線のホームを持ち、列車交換や退避が可能な地上駅。安全側線がある。2003年の鳥取県鉄道高速化事業では一線スルー化工事が行われなかったため、現在も副本線である3番乗り場への発着列車を除き、方向別にホームを使い分ける。以前は、駅舎西側、1番乗り場横に行き止まり式の側線が存在したが、廃止され現在は駐車場となっている。駅舎は単式の1番乗り場側にあり、島式の 2.3 番乗り場へは、跨線橋で連絡している。鳥取鉄道部管理の無人駅で、以前は、駅舎内に自動券売機があったが、現在は撤去されている。便所は改札内1番乗り場側に、男女共用の汲み取り式便所が設置されている。上り本線は1番乗り場、下り本線は2番乗り場。3番乗り場は上下副本線であり、通過待ちに使われる。国道9号沿いにあり、山陰自動車道が駅の南側をオーバークロスしている。快速、鳥取、ライナーの隣の停車駅は列車記事を参照のこと。ありがとうございます。